当チャンネルの保育士試験過去問をプログラマーが解析してみた動画より、沢柳正太郎、1917年に成城小学校を設立し、大正自由主義教育運動の中心的な役割を担った。沢柳正太郎、1917年に成城小学校を設立し、大正自由主義教育運動の中心的な役割を担った。